ヒースクリフ。これほどまでに鮮やかに勝利を収めるとは、私の想定以上だ。さあ、アインクラッドの最後のボスは倒された。君たちが勝利者だ。これから順に君たち全員が元の世界に戻っていく。ヒースクリフ、あんたは？私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者の権限でこうして君たちと話をしているが、ここで SAO のルールを自ら破っては私にとって唯一の現実であるこの世界を否定することになってしまう。ここでお別れだ。君たちがこの世界に来てくれて本当に良かったと思っているよ。私の無双の中で君たちは真剣に生きてくれた。確かにここはゲームの中の世界だ。それでも俺はここも一つの現実だったと思っている。そう思ってくれるのか。ありがとう、キリト君。ただいまよりプレイヤーの皆様に緊急のお知らせを行います。現在ゲームは強制管理モードで稼働しております。すべてのモンスターおよびアイテムスパンは停止します。ゲームはクリアされました。ゲームクリア。これで本当に私たち、これって浮遊城全体が壊れ始めてるんじゃ。光ってる光ってる。光ってるって。なんか景色がぼんやりしてきます。大丈夫なのかよ、おい。強制転移させられたみたいだけど。おそらく
現実世界への転送が始まってるんだ。じゃあ、長かった SAO での日々もこれでもう終わりなんだね。でも、本当にこれでクリアなのかしら。いまいち実感が湧かないっていうか。ボスには手こずらされたが、それでも幕切れとしてはあっけないもんだったな。そうね、この世界がなくなっちゃうなんてやっぱりなんだか寂しいわね。自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日々を楽しんでたんだなって思う。ああ、俺も同じ気持ちだ。ようやく現実世界に戻れるんだね。いざ戻れるとなると楽しみでもあり、同時に少し不安でもあるな。キリトでも不安なことがあるの？主に勉強とか。うわ、すっかり忘れていたけど、確かにこっちじゃ勉強なんてしてないね。でも私たちはここで一緒にたくさんの試練を乗り越えてきたんだもん。きっとあっちに戻ってもうまくやっていけると思うんだ。フィリアの言う通り、俺たちはここで無駄に時間を過ごしてきたわけじゃない。この世界はデータかもしれないけど、俺たちの心は本物なんだ。だからここでの経験はきっとリアルでも生きるはずさ。そうだね、キリトは現実で壁にぶつかっても SAO にいた時のようにすごい力を発揮して解決しちゃう気がする。フィリアだってアインクラッド攻略には随分と貢献していたじゃないか。ありがとう。ここまで強くなれたのはキリトがきっかけを作ってくれたおかげかな。
俺がきっかけ？うん。キリトと会う以前の私は、プレイヤースキルはあったかもしれないけど、精神的にはとっても未熟だった。トレジャーハンターになったのだって、心のどこかで人と関わることを避けていたのかもしれない。そんな私に、キリトは人を信じることの大切さと強敵に立ち向かう勇気を教えてくれたんだ。面と向かって言われると恥ずかしいな。私、キリトの横に立てるくらい強くなれて嬉しい。ねえ、リアルに戻っても私たちまた会えるかな？もちろんだよ。フィリアは大切な仲間なんだから。じゃあさ、あっちで会う時のためにキリトのリアルの名前を聞いてもいい？名前？あ、そっか。毎日のように顔を合わせているのにリアルの名前は知らなかったな。俺の名前は霧ヶ谷和人。この名前と顔を頼りにしてくれればきっと現実でも連絡が取れると思う。霧ヶ谷和人。うん、心にその名前を刻み込んだよ。私の名前は竹宮琴音っていうんだ。竹宮琴音。キリト、忘れないでね、私の名前。竹宮琴音。大丈夫、しっかり覚えたよ。じゃあ少しの間お別れだね。ああ、必ずあっちで会いに行くよ。キリトが来なかったら私から行く。絶対、絶対会おうね。何が起きたんだ？ここは一体。ここは誰だ？
に。僕はユキ。ねえ君、ここはどこ？どこって、それは俺にもわからない。アインクラッドであることはおそらく間違いないけど。アインクラッド？おいおい、ここにいるのにまさかアインクラッドを知らないのか？ユイと同じ AI なのか？でも、そういう風には見えない。ごめん、そうみたい。もしかしてここは VRMMO の中なのかな？本当に何も知らないみたいだな。シノンやスグと同じく別世界から飛ばされてきたのか。ここはソードアートオンラインの中だ。ゲーム？ああ、でも多分大丈夫だと思う。どうして？さっきクリアしたからさ。もしかして君が？まあ、俺もいたけど、仲間たちと一緒にが正しいかな。そっか、すごいんだね。俺はキリト。それほど大したもんじゃないよ。勇気、悪いやつじゃなさそうだな。ねえキリト。出会ったばかりの人にこんなこと頼むのは失礼かもしれないけど。なんだよ、言いにくいことなのか？僕と手合わせしてもらえないかな？手合わせって戦うってことか？悪いやつじゃないが、変わったやつだ。僕がここにいられる時間もそんなに長くないと思うし。できれば SAO をクリアしたような強い人と剣を合わせてみたいんだ。
なんだろう、勇気の言葉。突拍子もないけど、どこか真に迫るものがある。ただの興味本位ってわけじゃないみたいだな。うん、よし、じゃあ手合わせしよう。本当？ SAO にはデュエルモードっていうシステムがある。それでいいか？ここでも大丈夫かな。うん、いけるみたいだ。やった。お、これってデュエル申請。準備ができてるなら丸の方にタッチしてくれ。うん、そうしたら衝撃決着モードを選んで。衝撃？一撃で決まるって意味じゃないから。クリティカルな攻撃を相手に当てるか、 HP を半分まで減らせば決着になる。よかったー。じゃあ始めるぞ。手加減はしないからな。望むところだよ。勇気もな。うん、僕もそこそこ自信はあったんだけど、キリトには全然かなわなかったよ。そんなことはないさ、勝負は紙一重だった。そう言ってもらえると嬉しいな。でも勇気、君は一体。あ、そろそろ行かないと。おい、行くってどこへ？ごめん、でも楽しかったよキリト。またいつか会えるといいな。ああ、そうだな。
その時には僕ももっと強くなってるから。楽しみにしてるよ。